佐伯木氏は、日本の政治家、立憲民主党所属の前衆議院議員。元 NHK アナウンサー。1974年5月13日山梨県、甲府市生まれ。サラリーマンだった父親の転勤に伴い群馬、埼玉、神奈川など転校が頻繁な幼少期を過ごした。小学校3年生から、神奈川県横浜市に定住。栄光学園中学。 高等学校を卒業、東京大学法学部に進学。1997年3月、東京大学法学部政治学科を卒業し、日本放送協会にアナウンサーとして入局。記者希望だったため、ニュースキャスターの他にクローズアップ現代など、報道番組制作を担当した。2008年2月、民主党の候補者全国公募に応じ、NHK を退職。 当時空白区だった静岡7区の総支部長に就任した。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙で片山さつきに勝利したものの木内実に敗れ比例東海ブロックで復活当選。政策調査会長補佐として主に経済、エネルギー、国会改革分野で活動した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で場内に 大敗を喫し民主党の政権喪失とともにげやその後離党。2015年、地元に帰り、横浜市議会議員選挙に、港南区選挙区から国会議員経験者ながら無所属で立候補するも、立候補者7人中6位の順位で惨敗。2016年5月、民進党の福井県、第2区の総支部長に就任。2017年4月、 民進党福井県連副代表に就任。2017年10月3日、第48回衆議院議員総選挙の福井に区候補者として、希望の党が公認を決定。10月22日の投開票の結果、小選挙区では自民党の高木武氏に敗れたが、比例復活で2期目の当選。保守王国、福井県から8年ぶりの非自民国会議員の登場となった。 2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加した。2018年10月、国民民主党副幹事長に就任。2020年9月、国民、立民、無所属の合流による新立憲民主党に参加、国会対策副委員長に就任した。2020年12月、国民、立民、 社民の福井県内組織が合流し、立憲民主党福井県連を立ち上げ、代表に就任した。2021年10月、第49回衆議院議員総選挙に、福井2区から立候補するも、比例復活もならず落選した。桜田義孝東京五輪、パラ五輪担当大臣及びサイバーセキュリティ担当大臣に対し、2010年に、 イランで起きた USB メモリーを使ったイラン核施設サイバー攻撃事件を例に挙げて日本の原子力発電所に USB ジャックはあるかと質問した。桜田が基本的には使われない、使わせないとよくわからない返答を繰り返したため佐伯がではセキュリティとは言えないと正したところ使う場合は穴を入れるらしいですけど細かいことは私はよくわかりませんと USB に ついての知識がなかったことを明かしている。サイバーセキュリティ担当大臣として不適格との声が上がり、2019年4月に桜田が辞任するきっかけとなった。丸川玉代東京五輪、パラ五輪担当大臣を及び布村幸彦、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会副事務総長との質疑において、43会場の業務運営委託に関わる。 人件費が一人当たり1日35万円以上で、ある点の妥当性、また、43会場の人材派遣業務が、竹中平蔵が取締役会長を務めるパソナグループ一社に集中する契約が結ばれていた点を取り上げた。佐伯は、大会運営を担うディレクターには1日あたり25万円から35万円と、高額の日当が用意される一方で、パソナの求人では、 地球1650円、日当は12700円であり、実に90%以上の中抜きがなされているのではないかと指摘した。さらに、情報提供によって入手した内部資料に基づいて、スポンサー保護の項目が定められている、として、次のように質問した。例えば、ソフトドリンクはオフィシャルスポンサーのコカ・コーラ。アルコールはアサヒビールと縛りがあります。 人材サービス分野はパソナグループとリクルートホールディングス。人材派遣はパソナにだけというパートナー契約ではないかと指摘したところ、布村は一般論としてはその通りですと認めたものの、パソナ以外のところからも派遣してもらっているとも述べた。しかし、東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会がパソナグループ以外から人材派遣サービスを受ける場合、 パソナグループでないところから派遣を受ける旨、組織委に書面で承諾を受けないといけないこととされていた。丸川玉代東京五輪パラ五輪担当大臣に対し、五輪パラリンピックに参加するために来日する選手や関係者に対し、入国後14日間の隔離を免除する代わりに、国内の行き先や外出理由などの記入、提出を義務付けた活動計画書について、 東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会が記入例を配り、選手や関係者はこれを書き写すだけで済む運用になっているコピーペースとして埋めてしまうということも考えられると正した。これに対し、丸川は、さすがに、これをそのままコピペするような、この例示のような具体性のないものは全く認めておりません。もしこのまま来たら、当然弾きます。 実際にはこういうものがコピペされたものが出回っているという実態はありませんと答弁していた。しかし関係者からの情報提供によって入手したイギリスのロイター通信と中国の新華社が組織委に提出した本邦活動計画書には到着当日から活動することを選択しその理由を記入する欄には前述した動きと応募式部分を含め例文と一時一句変わらない。 コピペ回答が記入されていた。ありがとうございます。